お話はこんな感じで、もう一つ、この頃って結構ウイルスがバンバン出てたんですよ。で、2000年に流行っていたウイルスって、2000年じゃない、1999年に流行ってたウイルスって、さっきちょっと調べたら、こんなのあったんですよね。メリッサって、覚えてますか？なんか聞いたこ名とあり前ま聞いたす？ことこれ。覚えてないこな。これね、ワードとかに、ワードのマクロとかに、ひっつくウイルスで、で、これに感染するとですね、なんかメールバンバン出しちゃうんですよ、この。ウイルス。なんか、大量に変なメール出すっていう、そんなウイルスが流行っていたんですよね。で、まあ、この当時、なんかこういうウイルスがすごいいっぱい流行っていて、で、その度に、こう、なんか、ワクチンだとかなんとかって言って、なんかウイルスが出るたびにそういう新しいなんかワクチン適用したりとかしたんじゃないですか。で、これ私昔からこれマッチポンプなんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。もう僕も同じです。この頃、すごくそのウイルスとそのワクチンの適用が早かったのが、イスラエルの会社もめちゃくちゃ早くて、ちょっと名前覚えてないんですけど、これって自分たちで作って、自分たちでワクチン出したら早いよねとか思っていて、まあそんな話をちらっとですね、したら、だいぶ会社の中で怒られたこともあるんですけど、でも今やっぱりよくよく思うと、こんなのマッチポンプ以外ありえないですよね。ありえない。で、今、じゃあ、そのね、イスラエルの、ワクチン作ってる会社ってどんなのかなって、ちらっと調べたらですね、まあ、こんな会社があって、アーガスサイバーセキュリティとかっていう会社がイスラエルであるんですけど、これもマーク見ると、なんか三角形に目玉がついたりとか、で、これセンシーっていうんですかね、センシーっていう会社も、なんかちょっと最近見覚えあるようなマークだったりとか、なんかですね、まあ、相変わらずイスラエルの、ワクチン作ってる、セキュリティソフト作ってる会社、こんな感じなんだと思ってですね。ちょっとびっくりしました。ですね、これね。いう感じです。ありがすとみうまごせん。ありがとうございました。ちょっとスライドがうまく進まなくてすいません。ざいます。ありがとうございます。まあ、いつだろう、僕も、これってそういうことなんだなって結構早い段階で思いましたね、やっぱりね。どう考えてももう、なんていうの、なんか、ウイルス対策ソフト買いに行くたびに、これずっと買い続けなくてはいけないんだろうかと思いました。かね、Windows はね、別の媒体から立ち上げるっていう概念がなかったもんで、そりゃ中掃除できないよねって思ってましたけど。